はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今これ iPhone で撮ってます。どうですかね。この Apple 純正のこのなんだっけ、イヤホンジャックのイヤホンから、ライトニングね、できるアダプター、イヤホンジャックそのままじゃさせないので、こういうのが、iPhone はね必要なんで、これもね、Galaxy もそうなんですけど、こういったね、Type-C の対応のやつがね、変換しないと、使えないのは、似たような感じですよね。で、やっぱりね、ピーサティライトより若干、広い。で、なんでこれで撮ってる、認証いかないときあるんだよな、ほんと。で、なんで今、iPhone で、撮ってるかっていうと、今ちょっと動画アップロードをね、してる関係もあって、これはちょうどいいなと思って、iPhone で撮ってるんですけど、照明消してもこんな感じなんですよ。で、若干広いんですね。で、ピーサティライトより。で、もし、iPhone でその変換としてマイクにつないだのは僕ちょっと初めてなので、音声が取れてるかどうかっていう問題もあります。で、後で見てみて、で、これでもし、できるんだったら今後この iPhone SE 第2世代なんですけど、これでもぶっちゃけ綺麗です、iPhone は、もともと。で、それだけかな。カメラに関してはいいかなと思ってるんですけどね。それ以外でいいかっていうと、僕メインも iPhone じゃないので、がっつりとこれ使ってるわけじゃないんですけど、仕事用でね、プライベート外でこれ使ってるものなんで、こっちにデータね、この動画もアップロードして、で、これ消しちゃうので、iPhone 本体自体に、うるさいな、で、残すってことはないんですけど、これ照明つけてない状態なんですけど、それでもここまで映ってるんですよ。ここまでね、太陽がここ照ってるんですけど、ここ照ってるんですけど、画角ね、ピーサティライト結構狭いんですね。で、狭いのでやっぱりちょっと不便なんですね。で、Galaxy とかだと、S10 とか 21 5G の方はそんな狭く不便はないんですが、 iPhone は iPhone でね、ここまで画角広いので、まだね、まだいいんですけど、やっぱりピーサティライトちょっと狭いかな、画角が、ぶっちゃけ。いけたらいいなって感じで、僕個人的にはちょっと期待はしてます。多分使えると思うんだよね。これ持ってなかったらちょっともうね、変換アダプター買わない限りは使えないんですけど、動画撮って撮ろうかなと思ってます。今日はちょっとテスト的にちょっと
メインの方でこれ公開します。でもし音声入ってたら動画をね、まあ上げる形になります。問題なく音声は入ってました。はい、すいません、ちょっとね、親が来るとこ動画撮影って結構大変なんですよ。一人暮らしだとしても、まあね、騒音の問題とか、上のなんか子供の声でなんか拾って大変とかね、まあいろいろ多分ね、一人暮らしだったら一人暮らしで、まあいろいろ悩みがね、まあ出てくると思うんですけど、まあでもいいよね、多分大丈夫だよね、これで。でまあ今日はね、まあテスト動画ってことで、まあお送りさせていただきました。はい、で今後まあこれ変換なくて、僕一つしか持ってないんで、まあ撮るときはこれで、まあいつもね、まあ出先で使ってるアダプター、まあこれ1000円くらいかな、まあもう一つちょっと買い直そうかなと。まあ純正じゃなくてもいいんですけど、やっぱ iOS のアップデートとかね、まあなんかiOS のアップデートで使えなくなっても、やっぱねライトニング系とか変換アダプターもあると思うんで、まあ一応僕は純正のやつね、 Amazon で買ったんですけど、ということで、まあ今日はね、まあテスト動画ってことで、まあお送りしました。まあ初めてね、まあこの iPhone SE で第2世代で撮ったのは今日初めてなので、まあiPhone 撮らないとか言ったんですけど、やっぱり画角もだいぶ違うし、僕がここに行ったらここまで映るんで、ここまでね、ここまで映るんで、まあだいぶ違うよね。はい、まあ今後ね、まあiPhone で撮ることもありますんで、まあいいよね、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしね、よかったらチャンネル登録と高評価、拡散などね、よろしくお願いします。では、終わりたいと思います。バイバイ。